ス、おはよう。チックショー直したのにまたギコギコ鳴り出したよ。そうだ、あのさ、こないだ悪かったな。ほら、ナナコちゃんにさ。ナナコちゃん見てさ、事件なおさら解決しなきゃって思ったよ。お前もな。そういや、里中と天城も最近なんか変わったっていうか、距離縮んだよな。そういやお前ってさ、まあいいか、長話してると遅刻するし。それはそれとして学校だりーよな。俺チャリこんなだし、都会と違って道めちゃ空いてるからついスピード出しすぎんだよ。しょうがねえ、バイクの免許取るまで歩くわ。なんでもう終わりかな、連休。けど平和でよかったじゃん。ギュネスでバイトしてるとおばちゃん層の噂話聞けるけど、何も起きてないみたいだしさ。誰かが失踪みたいな話はなし。もしかして天城の事件で終わりなのか。わからない。でも犯人がまだ捕まってない以上、安心はできないと思う。雨が降ったらまた誰かがテレビに映ったりすんのかな。犯人像とかもう少し何か分かればな。こうなると雨が降って誰かが映るまではジタバタしてもしょうがないじゃん。天気そろそろ崩れるらしいけど、私的には来週いっぱい持ってくんないかな。来週中間テストじゃん。ああ言っちゃった、それ考えたくねえ。はあ、私もユキコみたく天から荷物を与えられたいよ。ねえ花村、ユキコにいろいろ教わった方がいいんじゃない。ん、あ、そういや天城学年でトップクラスだもんな。個人レッスン頼んじゃおうかな。個人レッスン？え、どうしたの？いって、そんな叩くとこですか？勉強教えてって言っただけなのに。ああ、ごめん、勉強か。親父ギャグなのかなって、最近変なお客さん多いから。ギャグと思ったならなおさら流せよ。ごめん、手が勝手に。やれやれ。っていうかこれ、里中が勉強を教えてもらえとかいらんこと振ったからじゃね。なんで私のせいになんのよ。あんたが個人レッスンとか微妙な言い方すっからでしょ。な、10割俺かよ。あ、私そろそろ帰るね。Still I can, still I can, oh baby.
エリです。それじゃあどうも。帰ってきたか。おう。そうか。おやすみ。